北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。まあ、突然なんですけれども、うん、しおりちゃんのねネイルがすごく今可愛いことになってるんです。可愛いことになってる。そう映像配信版じゃないとちょっと分かんないんですけど、そうですね、皆さんぜひ映像配信版見ていただいて。今柄は何かな、今これちょっと冬っぽく、うんうん、ピンクにヒョウ柄、ピンクにヒョウ柄、ピンクにヒョウ柄、シルバー系でヒョウ柄にしました。で王冠がねこうついたり、そう、ね、これね指輪通らないんですよ、王冠でかすぎて。ああなるほどね、そうなんですよ、結構ね飛び出てるっていうか、そう、そう弊害があるんですね、ネイルアートには。毎回結構収録のたんびにあ、可愛いな爪って思いながら、月一収録だからそのたびに爪変えてきてるかも。そうそうそう、次回の爪交互期待みたいな。はい期待してます。毎回ね。はい、ではですね、はい、さて始まりました、この番組北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃん、私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレという見た目、いわゆる視覚に訴えていくものをあえてラジオという皆さんのお耳聴覚に訴えていこうと企画された番組です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただこうと思います。皆さん改めまして、北野しおりです。千葉県出身で現在大学で服飾の勉強をしながら、土日はセリナというコスプレネームでコスプレイヤーとして活動しています。私のコスプレの活動の記録はツイッターのアットマーク SHIORIN523 というアカウントにたくさん載っているので、よければそちらもチェックしてください。ラジオは初めてで慣れないこともたくさんあると思うんですが、頑張るのでどうぞよろしくお願いします。皆さん、佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組で、お話しさせていただいたり、しおりちゃんのレベルとは全く違うんですが、ネット放送でピンクのウィッグに青の丸眼鏡でカタカナ佐藤ミットに扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を通してコスプレはもちろんのこと、いろんなジャンルにリアルに、そしてドライにチャレンジしていきたいと思っておりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ。このコーナーは来月東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見による情報もフォローしていくというコーナーです。なるほど。はい、では一つ目ですね、1月から2月各土日にですね、コスボンファンタジー主催、北軽井沢ベルエールの森宿泊バスツアー、そして2つ目1月4日金曜日夜のアコスタアット池袋サンシャインシティ、1月6日ですね、6日日曜日、CFR 主催、クラキノー舞台、そして1月14日、月曜祝日ですね、コスプレ博 in TFT 成人の日スペシャル、そして、1月26日土曜日、27日日曜日、東海議2019幕張メッセということで、しおりちゃん、この中で行ったことありますか？あ、東海議行ったことありますね、幕張メッセのニコニコ東海議、はい、うん、結構このね、東海議がすごい大きいイベントみたいで、そうそうそう、なんかコスプレする人も集まるし、うんうん、ニコニコ動画好きな人もいっぱい集まるから、なるほど、ね、そう、いろんな多種多様な、いろんな老若男女、老若男女言えてないけどね、はい、なるほどね、はい、でこのね、紹介させていただいた中で今もね、東海議が一番大きい、イベントということでですね、皆さんぜひね、うん、訪れていただければなというふうに思います。しかもね、はい、冬はね、雪のロケーション、雪降るから、うんうんうん、季節特有のロケーションじゃないですか、うん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 、やっぱみんな行きたがるよねという印象です。あ、なるほど、うん、まあ、遠征イベントにはね、都内初の、送迎バスが出ていること
ることが多いんですけれども、いずれも非常に人気のためすぐに予約が埋まってしまいます。なるほど。ただ都内初の送迎バスが満席でもイベント自体に空きがある場合もありますので、電車で会場まで移動して参加してみてください。送迎や宿泊などに関するお問い合わせは会場ではなく各イベントの主催にお問い合わせください。都内のイベントについて補足説明させていただきますと、4日に東京池袋で開催される夜のアコスタはいつもは日中開催ですが、この日は16時スタートということで、イベントタイトルにもある夜の撮影になりますので、いつもと違った撮影が楽しめるかもしれません。なるほど。また14日のコスプレ博ですが、その日は成人の日ということで、成人式帰りの振り袖姿で参加するのも可能だそうです。へ、はい、振り袖で来場された方は参加費無料ですので、少し覗いてみてはいかがでしょうか。他にも小規模のものを合わせると各土日に午後から10個くらい開催されるようなのですが、あまりに、情報が多いといろいろとっちらかってしまうので、まさに独断と偏見で割愛させていただいております。はいはい、ではですね、以上ここまでいろいろとこの1月に予定されるイベントについてご紹介させていただきましたが、あくまでここでは情報の紹介で、申し込みなど詳細につきましては皆さんウェブなどで、ご確認の上 ご参加ください。さてしおりちゃん、先月も聞いたと思うんですけれども、はい、こういった冬のイベントに参加する際のワンポイントアドバイスをお願いいたします。やっぱりなんか衣装とか着る、はい、普段の服と違うから、うん、見えないところにホッカイラ貼るとか、ああ防寒対策ということね。そう、防寒対策ちゃんとするに越したことないかなって感じで、うんうんね、結構こう肌見せるね。そう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 、体調崩しちゃう人も多いと思うので、はい、本当に温かい飲み物飲みつつ乗り越えましょう冬を、はい、ぜひ皆さんカイロをね、見えないところにたくさん貼っていただければなと思います、はい、以上イベントオブマンスリーのコーナーでした。続いてのコーナーはレイヤーの楽屋覗いてみたってよのコーナー。イエーイ、おめでとう、はい、人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんが普段体験したり、見聞きしている、いわゆるレイヤーさんの楽屋での様子や苦労、困ったイベント参加者などの実態について、夢を売る世界の現実について、実話を交えて、まさにドライに説明してくれるというコーナーです。なるほど、はい、今回もリアルなレイヤーさんの楽屋での一コマについていろいろお伺いしていこうと思いますので、しおりちゃんよろしくお願いします。ではですね、コーナータイトルにもあります通り、コスプレイヤーさんの、特性を、うん、イベントの楽屋に限定していろいろ話、していこうかなというふうに思いますので、はい、バッサリリアルな回答や説明をですねお願いしたいなというふうに思います、はいはい、ではですね、うん、前回の放送で、うん、お話の中で結構こうレイヤーさん急いでる方がめちゃくちゃ多いということで、ええ、でその中でこう突貫工事というね、うん、新たなキーワードも出まして、はい、でなんでレイヤーさんってそんなに急ぐの、うん、なんだろう、イベントとかって場所によって、うんうん、なんだろう、いい場所とか悪い場所みたいなのがあるから、はい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 、いい場所取りたくて急ぐんですよね。なるほど、うん、そのいい場所っていうのは どういった場所なの。なんか撮影のロケーションとしていい場所、光がうまいこと入るとか、うん、あー光ここで漏れるかどうかみたいな。そうそうそう、漏れるみたいな。あ、だしこう背景割と綺麗めなところがいいとか、人背景にいっぱい映るとこ嫌だったりとかすると、あの壁際撮りたいみたいな。あ、なるほどね。 それってやっぱスタジオと、うん、外っていうのはやっぱ違ってくるのかな。そのスタジオってか会場、うんうん、会場中だと外だと全然違うかも。あ、結構争奪戦になる感じ、うん、外はね無限に広い土地があるから、木の下とかそういうとこもあるけど、うん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 、室内の争奪戦って感じかな。あ、室内は土地ってか敷地が限られてるから、あ、はいはい、取れる場所だね。そう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 、うんうんうん、そうか、うん、こうなんか例えば、うん、こうなんだろうな、こうなんか有効的にこう、うん、すぐ自分から行けるみたいなのってあるのかな。あ、こうなんかこういうのとか早く、うん、早く着替えれるように、うんうん、やっぱ先行入場券ファストパスみたいな、そういうのもあるのね。早めに着替えて
いち早く、はい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 、場所取り合戦に参戦するみたいな方法もある。あ、それは、うん、あの金額はまた別になってくるのかな。あ、そう、ちょっと上乗せされる。ファストバスを取る、ファストバスっていうのかな、うん、を取るのに、そのまた料金が変わってくる。そう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 、先行入場みたいな、コミケとかも先行入場ってあるから、多分今日の夜、今日、あ、失礼しました。そう、なんかそういう抽選があるから、そういう当落が出るのみんな心待ちにしてます。そういうことね。で、そのまあレイヤーさんは光の場所っていうのは、うんうん、こうやっぱ光映りが良くなるわけじゃない。あ、そうそうそう、その場所っていうのは、うん、みんな知ってるの。うん、なんとなく、なんかなんとなくなんだ、先人の知恵じゃないけど、はいはいはい、経験、経験、うんうんうん、うん、経験として、あ、ここを光当たるとか、あと、あ、それもでも何回か行かないと、そうそうそう、結構身についてこない。そう、あと毎回なんか毎年同じ会場でやってるイベントとかだと、うんうんうん、まあなんとなく、うん、みんな、あそこの場所いいよねみたいな知識がつく、知り合い通じて、そう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 、あそこいいよねっていうのが、う、知り合いに聞いた話と経験。あー、なるほどね。そうそうそう、いきなりこう、あ、やっぱりこう失敗とかもあるのかな、うん、その、あ、ここはちょっとダメだった、ある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 、なんかね、そうか、そう、あの床の色反射して黄色くなっちゃうとか、体育館みたいなところだと、それで肌の色がちょっと黄色っぽくなっちゃう。そうそう、あと照明の色とか、あの、ね、会場の備え付けだから、はい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 、どうしようもできないから、うんうん、それもやっぱ場所選びにかかってくるかなみたいな。結構大変な感じだね。そう、結構ね、そう、シビア。カメラマンさんが大変っていうのもあるかも。あー、うん、そうだね、確かに照明とかね、そうそう、調節とかするのちょっと難しいみたいな。じゃあちょっとね、ここでちょっとお話を変えて、うん、はい、ちょっとレイヤーさんの、うん、まあ、ちょっと皆さん聞きたいと思うんですけれども、なるほど、レイヤーさんのメイクについてね、うん、あのお話ししておこうかなと思うんですけれども、うん、メイクってやっぱ普段のメイクとは違うと思うので、はい、時間は結構かかりますか。あー、私最初の方1時間半とかめっちゃかかってました。逆に普段のメイクはどれぐらいかかりますか。普段のメイク20分とか30分ぐらい。なるほど、そう考えると結構大変さが伝わります、ね、そうそうそう、あの最近私慣れてきてめっちゃ早いけど、うん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 、めっちゃ時間かかる、みんな時間かかると思う。あ、そうなん、最初はやっぱ時間かかっちゃう。かかる、なんでなんだろう、やってること一緒な、一緒じゃないけど、うんうん、不思議な。あ、そうか、うん、でそのまあアニメのキャラクターのやっぱメイクをするってなると、うん、結構こう、なんだろうな、大変だと思うんだけども、うん、そのなんか参考にするっていうのはなんかある、はいはい、なんかツイッターで流れてきたメイク上手いで同じキャラクターやってレイヤーさんとかも参考になるし、はい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 、あと実際の二次元の絵柄、眉毛の角度とか、はいはい、目尻の角度みたいな、全然違うんだよね。全然違う、全然違う、今の自分の眉毛と全く違う位置に描いたりとかね。そう、二次元の絵見るかも。なるほどね、うん、それって結構やっぱりでもあのこうやってる、そのアニメのキャラクターをやってる、うん、人が少ない場合って、うん、どうするの？やっぱりもうアニメの画像を見てやるしかないって。もうアニメの画像を見てやるしかないかも。あ、そうか、うん、それでなんかだんだん練習積んで、うんうん、練習積むなりなんなりでみんな上手くなるのかな。なるほどね。なんかお絵かきみたいなメイクの人もいるし、ね、お絵かきね、うん、顔にお絵かきってこと。お絵かきなんだろう、なんか目を、うん、普通のメイクじゃありえないとこまで結構誇張する感じ。アイラインとか二重のラインとか結構太めに描いたりとか、そう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 。ちなみにしおりちゃんは どうなんですか。私昔はお絵かきみたいなメイクしたけど、はいはいはい、私の顔にうまく乗らないって思って、はいはい、最近はどっちかっていうとナチュラルっていうか、普段に近い感じ、まあ普段をちょっと濃くした感じ。あ、まあ、濃いめにはなるかも、普段よりは。そうか、そうそうそう、顔薄いとね、髪色とかに負けちゃうから。ああ、なるほどね。そう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 。じゃあ、まあ、そのさ、あの、うん、メイクの、まあ、道具はすごい多分いっぱい必要だと思うんだけども、うん、それってこうどうしてるの。え、私なんか普通のメイクの、うん、普段使ってるメイク道具プラス、はいはい、100均とかで、あ、いや、お安く揃えられるもの、プラス、あ、アルファみたいな、ちょっと噛んじゃったけど、そう、なんかいろんな種類あるし、あ、100均のメイク、そうそう、なんかまあ
100円だから買ってみて失敗してもあんまダメージない、あ、まあ、あんま罪悪感がない、そうそうそう、し、ね、気軽に揃えられるから、はい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 、眉毛描くペン、はいはい、ピンクの眉毛とか描くのに100均のピンクの、まあ、アイライナーみたいな、まあ、顔料顔にかける書いても、初めて知った、そう、あるある、めっちゃいろんな色ある、それでどこの100均にも、え、結構こう店舗あるんだけど、いや、なんかね100均の会社による、あ、そうなんだ、そう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 、ここの100均メーカーはこれが置いてるとか、あ、そうそう、なるほどね、情報交換する感じ、あ、みんなでこうね、そうそうそう、なるほど、じゃあ、メイクにこう例えばこう、うん、こだわり、うん、ここは絶対譲れないっていう部分ってある？なんかこれも結構人によると思うんだけど、うんうん、私は肌めっちゃまっさらにするえ、それはずっとどういうこと、なんだろう、なんか普通のメイクの時あんまり、うん、ファンデーションとか厚塗りするとこいつ厚塗りになるってなるけど、なんか二次元、もともと二次元だったから、うん、なるべく私はなんかめっちゃ立体感、ナチュラル感よりも、うんうん、写真にした時に映えるメイクを求めちゃうかも、まあ、これも結構人によると思うんだけど、うん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 、そう、だから写真に映えるようにメイクも絶対濃く、まつげ長くしたりとか、そう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 、カラコンめっちゃ発色いいのにしたりとか、なるほどね、そう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 、でもそれもやっぱ研究っていうかこう、うん、練習を重ねて、そう、実物見たらねめっちゃ濃くてびっくりすると思うけど、写真だとあ、まあちょうどいいかなって。でも確かにしおりちゃんツイッターのね、コスプレの写真とか見ると、うん、全然普通の、あ、本当に感じがして、写真だとそう、実物はねまだ拝見したことないんですけども、今度見て、そう、見たいなっていう、うん、そういつものね感じのギャップをね見たいなって思っちゃいました濃くてねびっくりするよね。あ、そうなんだ。そう、落とさないで帰ると結構浮いてるから、やっぱみんな、だしみんなそうだから、うんうん、まあ、濃いめが当たり前というか、ね、でその、うん、まあ、メイクの練習でこう例えばいつするの、こう例えばあるイベントがあります、うんうんうん、それの、あ、このキャラやります、あ、そうそう、決まってて、このキャラどんなメイクしよう時、うん、っていうのはどの何日ぐらい前から、え、いや、なんか本当にね、みんな私生活あると思うから、うんうんうん、その空いた時間にちょろっとするかも、はいはい、ウィッグ届き次第とか、 あ、なるほどね、そうそうそう、でも私最近しなくなっちゃったかもそう、なんかノリで頑張っちゃう、ノリで頑張っ、おお、もう経験積むと、でもなんか男装とかだともう性別が違うから、私それは練習するな、なるほど、そうね、なんか性別超えるのって結構難しいって私は思うから、うん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 、うん、やっぱ違う、女の子のメイク違う違う、そうか、そう、それはまた大変さが変わってくるってことだね、うん、なんか眉毛細くあんまり太いと気になるとか、あ、なるほど、リップ赤すぎると変とか、そういう男女の性差をメイクで出さないと、うんうん、そう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 、こんだけねやっぱ普段とは違う感じがね、うん、すごく今日も聞けて楽しかったです、うん、ありがとうございます、はい、そうですね、皆さんもねぜひねちょっと参考にしていただければなというふうに思います、はい、皆さんいかがだったでしょうか、このコーナー、そして、先ほどイベントオブマンスリーの情報もですね参考にしていただきながら、ぜひ一度はイベントに参加してみてはいかがでしょうか。今月のおまけのコーナー、改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは今月のおまけ、私たちが大好きなアニメや漫画などには本当に多くの特典というか、うん、ノベルティグッズ、いわゆるおまけがついてくるケースが多いと思います、それらいろいろな新刊の本や DVD 写真集などに、ありがたいことにファンとしては垂涎のおまけについて独断と偏見による一押しの一品を紹介していくというコーナーです。なるほど、はい、今回ご紹介するのは今月12月28日発売予定のヤングエース2019年2月号増刊エメラルド冬の号についてです。こちらは角川書店さんから発行されている BL 漫画雑誌です、うん、いろんな BL 作家さんたちの作品が盛りだくさんで、ぜひ皆さんもですね一度お買い求めいただけたらなというふうに思います、今号ですね12月号の、特別付録はですねアンケートで人気の高かったというクリア系のグッズからクリアブックカバー2枚組で中村俊菊先生バージョンと、うん、安倍美幸先生バージョンの2枚組なんです、うん、
でちなみに、中村俊吾先生バージョンでは、純情ロマンチカと世界一初恋の裏表、そして、これ、安倍美幸先生バージョンはスーパーラバーズと発見伝東方発見異聞の裏表となっております。これはファンにとっては、なかなかのラインナップだと思いますが、ラジオのお聞きの皆さんいかがでしょうか。そしてそれに加えてアニメイトさん限定セットもあります。はい、今回はですね、中村俊吾先生書き下ろしの A4 サイズクリップボード付きです。こちらは漫画雑誌本体価格プラス、クリップボード価格となっております。なくなり次第終了となってしまいますので、ぜひ予約していただければなと思います。ちなみに私佐藤美久はですね、しっかりバッチリそしてきっちり予約済みでございます。さすが、すいませんすいません、さすがありがとうございます。以上、今月のおまけのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングに近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。とりあえずお聞きいただける皆さんに、こんな感じでガールストーク的にコスプレイヤーさんの世界をいろいろな観点からご紹介していきたいと思っております。しおりちゃん、今回はいかがでしたか。私なんか毎回みくちゃんが、なんかそのアニメコンテンツについてすごい延々と語るコーナーが大好きなんですよね。なんか熱量を感じてめっちゃいいなって思って、ありがとう、なんか口挟む隙すらない熱量を感じて、全然聞いていただければな、熱いなって思って今月も聞いてました。 ありがとうございます、ぜひ皆さんもね、聞いていただければなと思います。はい、はい、我々2人の活動はですね、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組のお聞きの皆様のご感想、ご意見、どんどんお待ちいたしておりますので、こちらのアドレスまでメールお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は私、北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。